AWS ブラックベルトオンラインセミナーにご参加いただきありがとうございます。本日は昨年のリインベントにて発表された Amazon パーソナライズのご紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではまず自己紹介をさせていただきます。私は AmazonWeb Service Japan 中田光明と申しまして、ソリューションアーキテクトをやっております。 主に機械学習のサービスを担当しておりまして、お客様としてはマスメディアのお客様などを中心に担当させていただいております。好きな AWS のサービスとしては、機械学習のサービスを担当しているということもありまして、政治メーカーであるとか Amazon Personalize を挙げさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。 AWS ブラックベルトオンラインセミナーのご紹介になるんですけれども、こちらのセミナーではサービス別、ソリューション別、業種別、こういったテーマに分かれて Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーのシリーズとなっております。こちらのセミナーの方は聞いていただくだけではなくて、質問を投げていただくことができるようになっておりますので、質問等ございましたら記入いただければというふうに思います。 なお、こちらのセミナーに関しては、今後の製品のロードマップなど、こういった質問に関してはお答えできませんので、ご了承ください。ツイッターのハッシュタグは下記のものをご利用いただければと思います。 内容についての注意点になるんですけれどもでこちらの資料に関しましては、まあ、本日時点でできるだけあの確認されている、えー、まあ最新の情報ですねサービスの内容であるとか価格について情報を収集して資料の方を用意をしているんですけれども。 サービスの機能についても、料金についても、随時アップデートされるものになっておりますので、最新の情報につきましては、AWS の公式のウェブサイト、こちらの方が正しいものとなっておりますので、ご確認いただければというふうに思います。 資料作成も最新の情報を利用して作ってはいるんですけれども、まあ、その資料の機能であるとか、まあ、価格であるとか、まあ、こういったところが Amazon AWS の公式ウェブサイトの記載の情報と、まあ、相違があった場合、AWS の公式ウェブサイトに書かれているものが正しいものとなります。それでは本日のエッジェンダーになります。 で本日は昨年のリインベントにて発表された Amazon パーソナライズのご紹介をさせていただければと思いますで。まずパーソナライズの概要についてご紹介させていただいて、でその後は実際に皆様にご利用いただくときのまあ手順ですね、こういったところについて確認をしていければというふうに思います。 それでは早速入っていきたいと思いますが、Amazon のパーソナライズで、こちらの方のサービスは、えー、機械学習の経験がま不要な、えー、リアルタイムのパーソナライゼーション、まあ、レコメンデーションのサービスとして、えー、開発をされております。 利用途としましては、まあ、EC サイトであるとか、その購買履歴のデータをもとに、お客様に対しておすすめの商品を出したいようなケース、まあ、こういったケースがよくあるかなと思うんですけれども、まあ、このような要件があった場合に、まあ、過去の購買履歴のデータを活用して、お客様に対しておすすめのリストを作成する、まあ、こういった機能をパーソナライズの方で提供しております。 でこのあたりは、これまでですと、その機械学習のモデルを自分たちで開発をして利用するという形になっていたんですけれども、Amazon Personalize をご利用いただくことで、データを準備をいただければ、AWS 側で用意をしたアルゴリズムですね、こういったものを利用して、お客様に対しておすすめのリスト、こちらを作ることができるような形になっています。 それでは具体的な機能というところで言いますと、ユーザー向けにパーソナライズしたレコメンデーションを簡単に追加できる機械学習のサービスというふうになっておりまして、で具体的な利用のイメージを想定いただくと、じゃ特定のユーザーがいた場合に、そのユーザーに対しておすすめのリスト、で皆様でもこう EC サイトとかでお買い物をする際に、自分が過去買ったもの をデータを利用して、おすすめのリストというのが出ているかと思うんですけれども、各ユーザー向けにパーソナライズされたおすすめのリスト、こういったものを提供することができます。で、これ以外に、類似の商品ですね。実際、特定の商品を購買したような場合に、この商品を買ったお客様は、 この商品も購入していますよといったおすすめのリストが出る場合があるかと思うんですがこのように特定の商品を買った人向けに類似の商品ですねこういったもののリストを作成する機能がありますでそしてもう一つは実際にこう例えば特定のこうキャンペーンを貼って特定の商品 例えば100種類ぐらいの商品をキャンペーンに合わせて売りたいというようなケースがあった場合に、そのアイテムのリストを特定のユーザー向けに、そのユーザーが好むであろう順番に並び替えこういった機能が提供されています。では、具体的な利用のイメージとところで、実際、画面のほうにちょっとイメージの画像を出してみたいと思います。 今、こちらの方が、我々の方で作ったデモのアプリケーションの画面のイメージになるんですけれども、i c サイトを思い浮かべていただいて、ユーザーがログインしたときに、そのサイトでおすすめの順でアイテムが出てくるというようなところと、そのアイテムを例えば詳細を見た場合に、今、下の方に出ているリストが、特定の商品、これに対して類似の商品ですね、これをおすすめのリストとして出しているというところになります。 このように個人向けのおすすめの一覧を作成するという部分と、特定の商品を見た場合に、その商品を買っている人が他にこういう商品を買ってますよというような情報を表示できます。そして今、画面の方で出ているものは、特定商品の並び替えという機能で、今、こちらの方の例では商品 ID1 から100ですね、こういったアイテムがあった場合に、そのアイテムを特定のログインしたユーザー向けに並び替えて表示をしているという形になります。 今画面の方では別のユーザー ID でログインをしたときに、おすすめのリストが変わるというところを表示をしているんですけれども、このように実際の個人の購買履歴とか視聴の履歴、こういったデータに基づいておすすめのリストを作っていく、こういった機能をパーソナライズを利用いただくと利用いただけるという形になります。 でそれでは今ご紹介したところをちょっと振り返っていきますと、でパーソナライズの利用シーンとしましては、そのおすすめのリストですね。今の場合、画面の例でいうと、まあ、ユーザー2に対しておすすめのリストをまあ一覧で提供すると,いうことですね、まあ、こういった機能を持っています。でこちらの方は、Amazon パーソナライズとしては、この ID を渡したときに、 一覧のアイテムのリストの ID をもらってくるところまでがパーソナライズの機能として提供されているものになりますので、今画面に表示されているようなアプリケーションの UI ですね、こういったものはお客様の方で構築いただく必要がございます。で個人向けのおすすめのリストを出すというところが1点目。でもう1点目は、じゃあ特定のアイテムをクリックした購買しましたといったときに、その商品と類似の商品はこれですよといったものを 一覧を出す機能ががございましてでこちらの方が今、の画面になっております今上の方に ID1 で表示されているものが特定の対象の商品というふうになっていて下の方に今4件リストで出ているものがこの商品を買った人が他のこの商品も買っていますよというようなリストを表示するような形になっています。 でこの辺りは、例えば商品の詳細ページとかで下に類似の商品の一覧が出てくるような画面あるかと思うんですが、こういうときに利用いただけるような機能になります。そして3点目は、あの特定の、えー、アイテムですね、こちらのほうユーザー向けにお勧すすめの順で並び替えるという機能になります。 今、こちらの画面の方では、商品 ID1 から100のアイテムですね、こちらの方のアイテムをログインしたユーザーにおすすめの順で並び替えて出すというような形になっておりまして、今表示している順はユーザー1向けに出しているリストになるんですけれども、こちらの方はログインのユーザーが変わってくれば、またおすすめのリストも変わってくるというようなイメージになります。でこちらの機能は例えば、特定のカテゴリーの中に入っている アイテムですね。例えばカテゴリー1というものにこう100件の商品があると。こういった場合に、その特定のカテゴリーの中に入っているアイテムを、ログインしたユーザーへのおすすめ順でまあ並び替えるであるとか、あとは実際にこう EC サイト等で特定の商品を例えば今月フォーカスしてまあ売りたいですというケースがあった場合に、まあ、その商品、例えば100個を ログインしたユーザーに対しておすすめの順で並び替えて表示をすると、まあ、こういった用途に対して利用できるかなというふうに思いますでパーソナライズでこのような機能というのを提供しておりましてで実際画面等は他のサービスを組み合わせて作っていただく必要がございます 今、画面の方にパーソナライズを利用したシステム構成例のイメージ、簡単なものをちょっと表示をしているんですけれども、ちょっとネットワークの構成であるとか、複数ノードを立っているとか、こういったところは今、画面には表示されてはいないんですけれども、こちらの方のサンプル構成例としましては、例えば AmazonEC 通常で Web サーバーが立っていて、こちらの方が先ほどのような画面をユーザーに対して返すようなイメージになります。 画面に表示するようなユーザーに必要なデータっていうのはデータベースの方に格納されていてその中から画面を作って表示をしているというようなイメージになります。そしてパーソナライズを利用いただくためにはまずはパーソナライズを利用しておすすめのリストを作るということをやっていかないといけないんですけれどもこのためには例えば購買履歴であるとか視聴履歴それがユーザー情報であるとかアイテムの属性情報ですねこういったものが必要になりますので こういった必要な業務データを Amazon の S3 の方に格納いただいて、そのデータを活用して、パーソナライズを利用して、モデルを作成し、特定のユーザーに対するおすすめのリストというのを API 経由で提供するようなイメージになっております。で例えば、スマホのモバイルのアプリケーションのような場合であれば、そのアプリケーションから直接 API 経由を読んで一覧、おすすめの一覧を取得して画面を作るといった構成もあるかなというふうに思います。 で先ほどこうデモ画面のようなものをお見せをしているんですが、Amazon パーソナライズとしてま提供される機能というところですと、そのトレーニング用に必要なデータを AmazonS3 からま取り込んで、モデルを作成していくというところと、作成したモデルを利用して、API 系で呼び出せるエンドポイントをま提供するで、API が呼び出されたときに一覧を返す。 こういった機能を持っておりまして、先ほどご紹介させていただいたような画面のイメージですね。こういったものは実際にこうアプリケーションとしてお客様の方でえっと開発いただく必要がございます。それでは Amazon パーソナライズの使い方について、中身の方をご紹介をしていきましょう。では、まず用語について。 いくつか Amazon パーソナライズ独自の用語がございますのでこちらの方の用語を機械学習に詳しい方であれば機械学習の用語で使われるような部分と置き換えて今後のページを見ていただければというふうに思います。 一番最初に概念としてデータセットグループ、データセットというものがあるんですけれども、データセットグループというものは各種データセットを取りまとめる一番大きな概念となっておりまして、まずはデータセットグループというものを作って、その下に各種データセットを作っていくというような形になります。で詳細は、 こういった3種類のデータセットがありまして、そのデータセットの中身にどういった属性のデータが入っているかということを定義するためのスキーマ、こういったものがございます。用語としましては、データセットグループ、データセット、そしてはデータセットの種類、スキーマですね、こういったところを覚えていただければと思います。 二番目はレシピと呼ばれるものなんですけれども、こちらはいわゆる機械学習でいうところのアルゴリズムに相当するものになります。でパーソナライズで大きく分けたのは三種類のレシピがありまして、そのレシピを用途に合わせて使い分けるような形になります。一つはユーザーパーソナライゼーション。でこちらの方は特定のユーザー向けの おすすめのアイテムのリストですね。こちらのほうの一覧を作るようなときに使うものになっておりましてで、2番目のパーソナライズドランキングのほうは、特定のアイテムのリスト、例えば先ほどの例でいうと、アイテムの1から100までのリストをログインしたユーザー、特定のユーザー向けにおすすめの順で並び替える機能。そして、リレーティッドアイテムのほうは、特定の商品、この商品を買った人は他のこのいった商品を買っていますよというような類似商品を のリストを作成すすするる際にに利用するようななものになっていますで今、大きく分けてレシピはこう3種類あるというご説明をしたんですけれども、それぞれのレシピの中に複数のレシピが存在するものもありまして、ユーザーパーソナライゼーションの中には複数のレシピが用意されていますので、その中から実際一番当てはまりが良いものをご利用いただくような形になってきますで。次はソリューションという概念になるんですけれども、 こちら、機械学習でいうところでいうと、まあ、モデルに相当するものになります。でこちらのソリューションでは、利用するこうレシピであるとか、そのトレーニングするために必要な各種パラメータですね、こういったものを指定をしまして、でトレーニングを行います。でトレーニングを行うと、ソリューションバージョンというものができまして、そのソリューショングバージョン自体が、機械学習でいうと、実際に学習をさせたときに生成されるものです。 モデルとかパラメータに相当するものになります。で次はキャンペーンというものがあるんですけれども、でこちらの方はレコメンデーションの API を呼び出して利用するためのホスティング環境になります。でレシピを利用してこうソリューション、ソリューションバージョンを作成します。そのソリューションバージョンを指定すると、えっとまあ、キャンペーンというものを作ることができまして、でキャンペーンというものができますと、 実際に SDK、API 経由で、レコメンデーションのリスト、こういったものを API 経由で取得することができるようになりますで。最後にイベントトラッカーというものがありまして、でこちらのほうは、今日はちょっと説明の対象として入れてはいないんですけれども、長期に加えて、リアルタイムに発生したイベントのデータというのを保存しておくというような機能として、イベントトラッカーというものが用意されています。 でこのあたりの用語ですね、こレシピソリューションキャンペーンといったあたりは、えーまあ、通常機械学習で対応するような用語があるんですけれども、パーソナライズの中ではこういった用語を利用して使っていくような形になりますので、えー、覚えておいていただければと思います。それで実際に作業をするときの手順の概要をえっとご紹介をできればと思います。 でまず AmazonS3 に各種 CSV のファイルですね、トレーニングに使うデータのファイル、こういったものを用意をいただくという形になります。でそこからまずデータセットグループという、まあ、大きなデータセットの塊の概念、こういったものを作成をして、そしてそこからデータの定義とやっていくんですけれども、 で先ほどご紹介したように3種類、今データセットというものが種類があるんですけれども、そのそれぞれのデータセットに対してどういったデータの項目が入っているかというものを定義するために、スキーマというものを定義をいたします。でスキーマを定義をしたら、各種データセットを作成しまして、そのデータセットに対してそれぞれ CSV のデータをインポートしていくという形になります。 で具体的にはインタラクションであるとか、ユーザー、アイテム、こういった3種類のデータセットがございます。でこの3種類のデータセット、すべて必要かというわけではございませんで、特定のレシピ以外ですね、こういったものであれば、インタラクションのデータセットだけあれば、作れるような形になっておりますで。ユーザーとかアイテムのデータセットに関しては、必要であればご用意いただくという形になっています。 でデータの準備ができましたら、次はのソリューションの作成というところに移っていくんですけれども、でソリューションの作成に関しては、のレシピの選択、まあ、どういった目的を持って、こうユーザー向けのおすすめのリストを作っていくのか、特定のアイテムに対する関連のアイテムの一覧、こういったものを出すのか、こういったものを選定するためのレシピの選択をいただきます。で実際にトレーニングをするときに利用するようなパラメータですね、こちらの方も設定をいただくと。 と,ところを実施いたしますで実際のデータセットを利用してソリューションバージョンというものを作っていくんですけれども、まあ、ここでソリューションバージョンを作成すると、まあ、いわゆる機械学習データプロのモデルに相当するものが出来上がってきますでソリューションバージョンが作成されるとその中には評価の指標ですねこのデータというのはソリューションバージョンの中に 出てきますのでこの指標を参考にして、出来上がったソリューションバージョンの当てはまり具合ですね、こういったものを確認いただいて、例えばその複数のレシピを試していただいて、複数のソリューションバージョンを作っていただいて、一番指標が良かったものを実際、キャンペーンとして利用するとかですね、こういったところでご利用いただける形になります。で最後にそのソリューションバージョンを利用して、キャンペーンを作成するという形になります。 でこのキャンペーンを作成される、キャンペーンが作成されると API 経由で推論結果が取得可能になりますので、まあ、これでおすすめの商品の一覧であるとか、類似商品とはおすすめの順番でリストを並び替えるですね、こういった機能をご利用いただけるような形になってきます。では、それぞれのステップについて、もうちょっと中身について見ていきたいと思います。 まず、事前準備についてなんですけれども、こちらの S3 のバケットに対するアクセス権であるとか、パーソナライズの実行アカウントについての、えー、事前の設定ですね、こういったものが記載をされておりますので、まあ、こちらの方、事前に準備をいただければというふうに思います。使い方の手順としましては、ま、ず先ほどご紹介したようなデータの準備、そしてソリューションの作成、そしてキャンペーンの作成、こういった手順になってきます。 で今日こちらの方のセ,セミナーではカバーしないんですけれども、それに加えてオプションでイベントトラッカーといったものを用意することができるようになっています。では、まずデータの準備としては、ま、CSV のデータを保存するための S3 のバケットを作成いただくと,と,ころと、ことその後データセットグループを作成して、各種データセットを作成していくと、こういった手順になっていきます。 データの種類について、もうちょっと中身の方を見ていきますとで、データセットの種類は3種類ございまして、でインタラクションズ、ユーザーズ、アイテム数このように3種類のデータセットがあります。でインタラクションズのデータセットはすべてのレシピで、まあ、必須というふうになっておりましてで、具体的には購買履歴とか視聴履歴とか、ユーザーとアイテム間の過去のインタラクションのデータ、こういったものを提起するものになります。 2つ目はユーザーズのデータセットになっておりましてでこちらのほうはユーザーの属性情報ですね例えばこう年齢であるとか性別であるとか、まあ、例えばその会員のステータスとかですね、まあ、こういったユーザーに関する属性情報こういったものを提供するものになります。 で、アイテムスのデータセットに関しては、アイテムに関するメタデータを提供するものになっておりまして、例えば価格とかジャンルとか、こういったアイテムの属性情報を定義するようなものになっております。で、インタラクションズのデータセットはすべてのレシピ、利用いただくのに必須のデータというふうになっておりまして、必ず必要なものになってくるんですけれども、ユーザーズとアイテムスのレシピに関しては、これを利用するレシピですね。 そのレシピをを利用すする際は準備いいただくとううよなな形になってきますで具体的にはインタラクションズのデータセット、どういったイメージになっているかというところをお見せをすると、例えばインタラクションズのデータの例というのは下記のようになっております。左の方がスキーマの定義になっておりまして、ユーザー ID とアイテムの ID、基本的にはこの関連を見ていくようなものになっております。 で今回、こちらの方の例では、ね、イベントタイプとイベントバリューというものを使っているんです、も定義しているんですけれども、Amazon Personalize では、そのデータセット、インタラクションズのデータセットの中に、まあ、複数のイベントの種類ですね、のデータを格納することができるようになっておりまして、例えば、購買のインタラクションのデータであるとか、クリックしたかどうか、こういったデータであるとか、 複数のイベントのデータを一つのデータセットの中に入れておくことができるようになっております。そして実際にソリューションを作成していくときには、どのイベントの種類を利用するかというのを選択いただくような形になるんですけれども、複数のイベントの種類がある場合は、特定のイベントの種類に絞ってソリューションを作っていく形になります。具体的に言いますと、 購買のデータを使って作るものであれば、そのユーザーが購買するかどうか、こういったものを予測するようなモデルを作るイメージになると思うんですけれども、まあ、こういった場合にはその購買のデータ、イベントに絞った形で、ソリューションを作っていくというような形になっていきます。で、次はユーザーズのデータセットの例になっておりまして、こちらの方の例では、年齢と 性別ですね。こちらの方は、例えば、属性として入っているようなものになっています。CSV のイメージとしては、右のように、ユーザー ID であるとか、まあ、性別であるとか、年齢であるとか、まあ、こういった情報を入れることができるようになっています。アイテムスのデータセットも、同じような、ユーザーズと同じようなイメージになっておりまして、そのアイテムの ID と、 こちらの方の例では、そのアイテムのジャンルですね、こちらのほうを表示をしています。右側の CSV のデータのイメージを見ますと、アイテムの ID とそのジャンルのところには複数項目が入っているんですけれども、複数の例えばジャンルに属するようなアイテムがありますといった場合に、 こちらの方の画面に出ているように、パイプで複数のジャンルをつなげていくことで、複数のジャンルに所属しているということを表現することができるようになっています。で、このように、アイテムス、ユーザーズ、そして、インタラクションズのデータセットですね、こういったものを定義をいただくという流れになってきます。 で、データセットの準備ができたら、実際にデータをインポートするという作業に入っていくんですけれども、でこちらの方では、インポートのジョブを定義をいたしまして、で入力する CSV のデータを指定して、各データセットに対してデータのインポートを行うという流れになってきます。で、ここまでで利用するデータの準備が完了するという流れになります。 では次にソリューションの作成に入っていきます。こちら、機械学習でいうと、モデルの作成にあたるような部分になるんですけれども、作業の流れとしましては、ご利用するレシピを選択いただくと、このと、実際選択したレシピで各種パラメータをセットして、ソリューションバージョンを作る、作成したソリューションバージョンの評価を行うと、こういったところがソリューションの作成の中での作業となってきます。 でソリューションの作成にあたりましては、レシピの選択をいただく必要があるんですけれども、いくつかのレシピには種類がございましてで、ざっくり先ほど3種類ご紹介をした、特定のユーザー向けにおすすめのこうリストを作る、あのユーザーパーソナライゼーションというレシピの種類と、あとは特定のアイテムのリストを特定のユーザー向けに並び替えて、リストを出力するパーソナライズドランキングというレシピ。 そして特定のアイテムと関連する商品ですね。こういったものを表示をするリレーティットアイテムです。こういった3種類、大きく分けて種類がございまして、その1つの種類の中にも複数のレシピが存在するものがあります。ユーザーパーソナライゼーションのレシピの中にはあの4種類あのレシピが用意をされておりましてで、こちらの方を選択してご利用いただくような形になってきます。 で今いくつかの種類がありますので、ちょっとご説明をさせていただくと、画面の一番下の方に出ているポピュラリティカウントというレシピの方が、もう単純にインタラクションズのデータセットの中から、件数を集計して、全員に対しておすすめ順、同じ順ですね、実際の件数をベースに、人気順のリストを作成して返すという形になりますので、これはすべてのユーザーに対して同じ結果を返す、非常に分かりやすい単純なレシピになっています。 でそれ以外に3種類のレシピがあるんですけれども、でこちらの方は使い分けの目安がございまして、一つ、まあ、そこでまた下の方から入っていきますと、HRNN のコールドスタート、いレシピの方は、コールドスタートのアイテム、例えば、 EC サイトとかで新しく商品が頻繁に追加されますと、新しく追加された商品はあまり購買履歴のデータがないようなアイテムになってきますので、通常、その購買履歴がデータが少ないようなものをおすすめとして出すことが、あまりおすすめとして出てこなかったりするんですけれども、コールドスタートの方は意図的に新規に追加されたアイテムを出すような形の作りになっております。 そして HRNN と HRNN のメタデータというものがあるんですけれども、HRNN の方がユーザーの思考や行動が、まあ、時間とともに変化するということを念頭に置いたモデルということになっておりまして、うん、HRNN の方が一番ベースラインとして利用されるモデルになるかなと思います。で2番目の方に HRN n のメタデータというものがあるんですけれども、 えー、HRN のメタデータの方のレシピは、こうユーザーズとかアイテムズのメタデータを利用するレシピになっておりまして、そのユーザーの属性であるとか、アイテムの属性、あのカテゴリーとか、えーまあ、ジャンルとか、ユーザーの方で言うと、まあ、年齢とか性別、職業とかですね、まあ、こういった属性情報も加味した形で、えー、リストを作るようなものになっております。ですので、こう使い分けの目安としましては、例えばリッチなメタデータ、こう商品とかユーザーのメタデータがこうリッチに 揃っていますという場合は、メタデータのレシピを一般的にはご利用いただくと良いかなというふうに思いますし、新規のアイテムが頻繁に追加されるというような業務であれば、コールドスタートの方をご利用いただくと良いかなと思いますし、購買履歴のデータしかありませんといった場合にま HRNN ま利用いただくというような形が良いかなというふうに思います。 でこちらの方では、ソリューションを作成する際に、オート m l という機能が Amazon のパーソナライズでございまして、a u ー o m l といったものをオンにして、ソリューションを作成いただくと、複数のレシピを試して、まあ、その中から結果が一番良かったものをご利用いただけるというような機能もございます。でただし、今回の例で言いますと、あのこの3種類、HRNN と HRN のメタデータとコールドスタートそれぞれあの特性がメタデータを よく利用するものであるとか、コールドスタートを意識したもの、こういった特性がございますので、実際の用途に合わせて使い分けていただくような形でいいんじゃないかなというふうに思います。その他のレシピの種類としましてはで、パーソナライズドランキングの方は、レシピとしては1つ、パーソナライズドランキングというものがございましてで、こちらの方は、特定のアイテムのリストを、特定のユーザー向けにおすすめ順に並び替えて,て返すようなものになっています。 でリレーティッドアイテムの種類のレシピに関しては、あのシムストイレシピが一つございまして、この商品を買った人はこの商品を買っていますよというような商品の関連のデータをもとにおすすめのリストを作っていくというようなものになっています。うん それでレシピを実際使うものは検討いただくと、例えばマニュアルでセットする場合には画面下の方のレシピの選択、マニュアルを選択いただいて、ドロップダウンの方からレシピを選ぶというような形になってきます。画面上の方にはイベントタイプの選択と、こちらオプションになっているんですけれども、複数のイベントタイプのデータがインタラクションズのデータセットに入っている場合、 例えば、勾配とかクリックとか複数のイベントのデータが入っているような場合、特定のイベントを指定して、ソリューションを作っていくという形になりますので、ここで複数のイベントタイプを利用している場合は、ここでイベントタイプを絞っていただく必要がございます。で右側の方の画面では、ハイパーパラメータのチューニングですね、こういった機能も用意をされておりまして、ハイパーパラメータのチューニングを使う場合には、こちら true をセットして実行いただければというふうに思います。 でハイパーパラメータのチューニングをオンにした方がトレーニングには時間がかかるという形になるんですけれども自動的に結果が良くなるハイパーパラメータを選択してくれるという機能になっておりますのでこちらを利用いただいた方が良い精度のソリューションができる可能性があるかなというふうに思いますでソリューションを作成しますと一番最初にソリューションを作る場合は 内部的にソリューションバージョンというのが自動的に作られるような形になっておりまして、このソリューションバージョンが機械学習で言うと、実際の生成されたモデルのファイルのイメージに近いかなというふうに思いますで。その後データを入れ替えて使うような場合は、また改めてデータをアップロードいただいて、インポートして、ソリューションバージョン、 画面の右上のクリエイトソリューションバージョン、こちらのほうをクリックいただくと、新しい CSV のデータを利用して、新しいソリューションバージョンが作成されるという形になります。作成したソリューションバージョンの評価のメトリックとして、こちらのほうは、レコメンデーションで指標としてよく使われるというようなものがあるんですけれども、こういったものを利用して、ソリューションバージョンの指標ですね、当てはまりの良さを表示するようなものになっております。 でこれだけ見てもちょっと分かりづらいようなところがあるんですけれども、それぞれの評価指標について説明されているところがございますので、でこちらの方はご興味があれば、デベロッパーガイドの方を見ていただいて、それぞれの指標について確認をいただければと思います。 でこちらは、ただしあの指標単体だと確認しづらいようなケースもありますので、例えばポピュラリティカウントのレシピを利用すると、すべてのユーザーに対して単純に人気順でリストを作るというようなものになっておりますので、まあ、こちらのレシピと比べて、例えば使った HRNN のレシピがどれぐらい指標が良くなっているか、こういったものを参考にいただくと良いかなというふうに思います。 ソリューションバージョンができたら次に API で呼び出すためにキャンペーンを作成するという形になるんですけれどもでこちらの方ではキャンペーンを作成をして作成したキャンペーンを利用して API 呼び出しを行うというような手順になってきますでキャンペーン作成とところでは 先ほどのソリューションですね、実際にこの中で生成されたソリューションバージョンが利用されるんですけれども、特定のレシピを利用して作成したソリューション、ソリューションバージョン、こちらの方を利用してキャンペーンを作成するという形になります。でキャンペーンを作成する場合には、こうミニマムのプロビジョンドスループットというものを指定することができるようになっておりましてで、こちらの方は高い負荷が想定されるようなものであれば、その負荷に対応するような形でスループット量、量を 指定しておくようなな形になりますでこちらでしていただくのはミニマムのプロビジョンドスループットということになりますので負荷が高くなってきた場合は自動的にバックエンドでスケールされるような仕組みになっています。 そしてキャンペーンというものが実際に作成が終わりますと、そのキャンペーンに対して、例えばユーザー ID を渡しておすすめのリストを取得するとかですね、こういった機能を利用することができるんですけれども、こちらの方の画面の例では、SDK を利用して、その一覧を取得するといったところを書いています。こちらで呼び出す場合には、先ほど作成したキャンペーンの、キャンペーンの案ですね、こちらの方を指定をいただいて、 ユーザーパーソナライゼーションであればユーザー ID を渡してそのユーザーに対してのおすすめのリストを取得する関連するアイテムの表示であればアイテムの ID を渡して関連するアイテムの ID のリストを取得するというような形になりますこちらに関しては AWS のマネジメントコンソール上からも確認できるような形になっておりましてユーザーパーソナライゼーションのレシピを利用したものであれば ユーザー ID を指定すると、そのユーザーに対しておすすめのリストを出力する、こういった機能があのコンソール、マネジメントコンソールの方からご確認いただくことができます。で画面右側の方は SIMS のレシピを利用したもので、SIMS のレシピを利用した場合には、アイテムの ID を指定して、関連するアイテムの ID のリストを表示するというような形になります。 でパーソナライズドランキングのレシピを利用した場合というところになるんですけれどもで、こちらの方では、特定のアイテムのリストの並び替えを特定ユーザー向けに行うという形になりますので、パーソナライズドランキングのキャンペーンの案を指定していただいて、ユーザー ID を一つ渡していただくというところと、あとは並び替えたいアイテムのリスト、例えば1から100のアイテムを並び替えるのであれば、 1>, 1から100までのアイテム ID が入った配列を指定して API を呼び出していただくと結果として特定のユーザー向けにおすすめ順で並び替えた順番でリストが返ってくるという形になっています。こちらの方もコンソールからマネジメントコンソールが呼び出しができるような形になっていましてユーザー ID を指定する部分と,あとアイテムの ID のリストですねこちらの方を渡していただくと こちらの方の例ではユーザー ID20 に対して1から10までの IT をおすすめの順で並び替えて表示をしているというような形になります。それでは実際の Amazon パーソナライズ使い方のデモのところでちょっと画面の方のイメージをご確認をいただくような形にしたいと思います。 実際に操作のイメージを動画で撮ったものがあるんですけれども、まずデータセットグループを作っていくというところからの流れになります。データセットグループの名前を入力をしているんですけれども、データセットを作成をすると、 まずはユーザーとアイテムのインタラクションのデータですね。こちらの方は全てのレシピで必須となっていますので、まずはインタラクションのデータを作成するような手順になってきます。で、こちらでデータセットの名前を定義をして、スキーマの定義を行います。で、こちらの方の手順を経ることで、インタラクションのデータを作っていくときに、スキーマの定義とデータの 取り込みですねこちらの方を一緒に行っていくような形になりますで。データセットの定義を作った後には、実際にデータのインポートを行うという形になるんですけれども、でこちらの方では、まあ、インポートのジョブの名前を定義をして、で今画面の方では、 こちらの方はマネジメントコンソールを作っている場合には、初回実行する際に実行ロールを作るような機能が画面で提供されているんですけれども、今画面で表示している例は、事前にその実行アカウントを、実行ロールを作成をして、そのロールを指定するというような手順でやっております。 今、画面の方でその実行のロールですね。こちらの方を指定をして、データをアップロードした S3 のパスですねで。こちらの方を入力をして、実際データを取り込みを行っていくというような形になってきます。でこちらの一連の作業が完了すると、実際のデータのインポートが始まるという形になっていきまして、でこの手順を ユーザーとかアイテムのデータセットに対しても同様に行っていくという形になります。先ほどご紹介したんですけれども、ユーザーデータとアイテムデータは必須という形ではございませんので、メタデータ系のレシピですね、HRN のメタデータであるとか、HRN のコールドスタート、まあ、こちらの方をご利用いただきたいときに使うようなものになっていきます。 今、画面の方ではデータセットの取り込みの作業が終わったところの画面のイメージというものを出しているんですけれども、こちらの方では実際のインポートのジョブが完了して、データセットが取り込まれているというようなところになってきます。 今各種データセットですね、3種類のデータセットがあるんですけれども、それぞれインタラクション、アイテム、ユーザー、こちらに対してインポートの取り込みの作業をやっていくというのが定になります。では、データのインポートの作業が終了すると、その取り込んだデータセットを利用して、ソリューションを作成するという手順になっていきます。 画面の方から Create Solution というボタンをクリックをしていきまして、再ソリューションを作っていくんですけれども、画面の方では HRN のレシピを使って、ソリューションを作っていくという手順になっています。で今、私の方で利用しているサンプルのデータでは、複数のイベントタイプというのは一つの CSV の中に入っているというような形のデータセットになっていますので、イベントタイプの方を指定をして、 ソリューションを作っていくという形になります。で、適宜、ハイパーパラメータのチューニングであるとか、必要なソリューションのパラメータを選定をして、ソリューションの作成を行っていくという形になります。で、一番最初ソリューションを作成する場合には、まあ、それに紐づ付いて1つ目のソリューションバージョンというのが自動的に作られるような形になっているんですけれども、 イメージとしましては、まずソリューションを作って、そこ,こで必要なデータの定義であるとかパラメータの定義を行いますと。そこが実際、データを使ってトレーニングを行っていく際に、ソリューションバージョンというものを作っていくというような手順になっていきます。こちらの方ではさらに他のレシピですね。 例えばなんですけれども、実際にこう画面を作る際に、特定のユーザー ID、ユーザーに対してお勧すすめのリストを出すというような機能と、特定の商品とまあ類似の商品を出す。まあ、こういった機能を利用するケース多いかなと思うんですけれども、なので、一、まあ、つのレシピだけをまあ利用するというよりは、まあ、必要なアプリケーションにおいて、利用するユースケースに応じて複数のレシピですね、を利用いただいて、複数の、えー キャンペーンですね。作っていくというような形が一般的になってくるかなというふうに思います。今画面の例では、SIMS のレシピですね。類似のアイテムを表示するレシピを利用してソリューションを作るといったところを実施をしております。 そして画面の方では、これ、複数のソリューションを作成をしました。具体的には HRN のレシピ、ユーザー向けにおすすめのリストを出すというものと、SIMS のレシピ、特定のアイテムの ID と類似のアイテムを表示するというものと、パーソナライズドランキングの方は、特定のユーザーに対して、特定のアイテムのリストをおすすめ順で並び替えて出すというものになります。 でソリューションバージョンが作成されると画面のように、まあ、メトリックの表示ですね、こういったものを表示されますので、まあ、実際作成したまあソリューションバージョンの出来ですね、こういったものの中身を確認をいただいて、まあ、複数のソリューションバージョンを試す場合には当てはまりが一番良いものを採用いただくというような形になってくるかなというふうに思います。 画面の方で今、ソリューションとソリューションバージョンというのが画面で出ているんですけれども、ソリューションというものを作って、その下にソリューションバージョンが複数紐づいてくる。例えばその毎日、ソリューションバージョン、新しいデータを使って作っていくような場合には、1日1個ソリューションバージョンが出てくるというような形になってくるかなと思います。次はキャンペーンを作るようなところを今実施をしておりまして、作成したソリューションバージョンを利用して、キャンペーンを作って でキャンペーンを利用すると、まあ、これでモデルが実際のホスティング環境にデプロイされて API 経由で呼び出しができるというような形になってきます。画面の方では今、複数3種類のレシピを利用してソリューションを作っておりますので、まあ、各ソリューションに対してレシピを、あすいません、キャンペーンですね、キャンペーンを作っていくというような手順になっています。 今、画面の方ではそのソリューションを作る部分であるとか、キャンペーンを作る部分であるとか、ちょっと動画が細切れになっているんですけれども、実際にソリューションバージョンを作っていただく場合には、内部的にあのトレーニングが、データセットを利用してトレーニングを走る形になっておりますので、ちょっとしばらく、例えば30分とかですね、トレーニングが終わるまで待つような形になっています。動画の方ではちょっとその時間を割愛するために、複数のちょっと動画に分けてお見せをしているという形になっています。 こちらの方では複数のキャンペーンが作成されて、もう API 経由で呼び出しができますよという状態になっているというような想定での流れになります。HRNN のレシピを利用して作ったキャンペーンですね。でこちらの方では特定のユーザー ID を渡すと、そのユーザーに対するおすすめの リストですね。こういったものを表示することができるようになりますので、こちらの方、マネジメントコンソール上でテストすることができるようになっています。今、画面の方の例では、ユーザー ID1 に対しておすすめのリストというのは表示をしているというような形になりますで。このような形で簡単に実際に作成したソリューションバージョン、そして キャンペーンを作成をして、おすすめのリスト、出力することができますので、こちらの方をお試しいただいて、実際に出ている結果が期待しているようなものと合うかとかですね、こういったところをご確認をいただけるような形になっています。SIMS の方のレシピでは、アイテム ID を渡して、類似のアイテムを表示するというようなものになっていますので、コンソール上からはアイテム ID を渡せるようになっていまして、アイテム ID を渡すと、 類似のアイテム ID のリストが返ってくるというような形になっています。そしてパーソナライズドランキングの方ですね、まあ、こちらの方の利用のイメージという形でいきますと。 でパーソナライズドランキングの方は特定のユーザーに対してアイテムのリストの並び替えを行うというようなレシピになっておりますので入力のパラメータとしてはユーザーの ID をしていただくというところとあとは並び替えをしたいアイテムの ID のリストこちらを渡していただくという形になります。 画面に表示されているように、1から10までの商品の ID がユーザー ID、まあ、10のユーザーに対しておすすめのリストで並び替えて表示をされているというようなイメージになります。でここまでが実際コンソールを利用いただいた場合の Amazon p e r s o n a l i z の構築の手順という形になります。 それで実際にこう皆さの運用環境等を含めて利用されるようなところでいうと、コンソールを使って作業をしていくというよりは、スクリプトであるとか、コマンドライン利用をして、環境をまあ作っていくという形になるかと思うんですけれども、今回こちらの方では先ほどマネジメントコンソールから行った手順ですね、こちらの方を実際 API 経由で行うと、どういったイメージになるかといったところを簡単にご紹介をする形になっています。今画面の方では Python の SDK を使って でまずはこちらの方ではデータの準備の方からいっていまして、まあ、S3 のバケットは事前に用意されているという前提になっているんですけれども、まあ、そのバケットに対してデータを、えー、っとアップロードしていくというような手順ですね。今、まあ、こちらの方ではインタラクションズのデータセットの中身の方をちょっと確認をして S3 ののバケットにに上げてていいいくとううよなな形の手順になっていますでこの手順をそれぞれユーザーズのデータセットであるとかアイテムズのデータセットに対しても同様の手順でデータの中身を見て S3 のバケットにアップロードしていくというような形の手順になっています。 でデータのアップロードが終わった後に、えー、スキーマの定義ですね。こちらの方やっていくんですけれども、今画面の方では、まあ、インタラクションズのスキーマですね。こちらの方の定義の方を、えー、スクリプトベースで行っておりまして、ユーザースキーマの定義であるとか、アイテムスキーマの定義ですね。こういったものの手順、順番でスキーマの定義を行っていきます。 でこの後の手順でデータセットグループというものを作っていきまして、でそれぞれのデータセットグループ、データセットグル、一つのデータセットグループの中に各データセットを作成していくという形になります。今、画面の方ではインタラクションのデータセットを作成をして、S3 のパスを指定して、データセットのインポートを行うというところまでの手順をやっております。 こちらの方もインポートにはしばらく時間がかかるような形になって、データ量にもよるんですけれども、時間がかかるような形になっておりますので、まあ、画面の方で実際実行した結果だけを表示しているという形になるんですけれども、実際インポートの情報を実行した後にはしばらくお時間がかかるという形になっていますで。ユーザーズのデータセットであるとか、アイテムスのデータセットも同様に、データセット作成をして S3 のパスを指定してデータの取り込みを 行っってていいくというよなな形になっていきますでデータの取り込みが終わった後にソリューションを作成していくという形になるんですけれどもでこちらの方ではレシピを指定してソリューションを作成していくという形になります今画面の方では HRNN のレシピを利用してでイベントタイプ、レーティングというイベントに絞って ソリューション、そしてソリューションバージョンを作っていくという形になります。で、コンソール上はソリューションを作成するときに、ソリューションバージョンも一つ作られていたかと思うんですが、まあ、内部的には API は分かれておりましてで、まずはソリューションというものを作って、まあ、その後にソリューションバージョンを作っていくという形になります。で、ソリューションバージョンを作るタイミングで、 取り込まれたデータセットが利用されて、実際モデルが作られるという形になります。画面の方では複数のレシピを利用して、複数のソリューションを作っていくというところをやっております。でこちらの方では、一通りソリューションを SIMS であるとかパーソナライズドランキングを利用して、 キャンンペーンの,あのレシピの方を利用してソリューションを作っておりましてで、作成されたソリューションバージョンを指定をすると、その指標ですね、評価の指標といったものを確認をすることができますで。ソリューションが作成されたら、その後にキャンペーンを作成するという手順になってくるんですけれども、ソリューションのバージョン、ソリューションバージョンの案を指定してキャンペーンを作成するという形になってきます。 キャンペーンを作成する際には、ミニマムのプロビジョンドのスループトこちらの方を指定してキャンペーンを作っていくという,ような手順になっていきます。で、こちらの方では、各種ソリューションバージョンを利用してキャンペーンを作成するというところをやっていっています。で、こちらのスクリプトベースで作成されたものなんですけれども、 結果キャンペーンとして今5つ出来上がっておりましてこういった手順を使って環境を作成することができます実際作成されたキャンペーンの呼び出しのイメージなんですけれどもこちらの方も SDK を利用して呼び出すことができるようになっていまして今画面の方では HRNN のキャンペーンを利用して特定のユーザー向けにおすすめのアイテムのリストを表示するというところをやっておます このようにキャンペーンの案を指定するところと、入力のパラメータとしてもユーザー ID を入れることで、ユーザーパーソナライゼーション系のレシピに関しては一覧を取得することができます。で類似のアイテムを取得する場合には SIMS のレシピを利用するということになるんですけれども、こちらの方では SIMS のキャンペーンの案を指定して、アイテムの ID を入れると、類似のアイテムのリストが出てくるというような形になっています。 最後の方はパーソナライズドランキングのレシピですね。こちらの方を利用してキャンペーンを作成して、そこの呼び出しを行っているんですけれども、画面の方ではアイテムの ID が1から10のものを特定のユーザーにお勧すすめする順序に並び替えて表示をしているという形になっていますで。ユーザー ID とアイテムの ID のリストをインプットのパラメータとして渡すと、 結果としてそのユーザー向けのおすすめのリストが返ってくるという形になります。でここまでがデモになりまして、料金体系としましては、次のような形になっております。こちらの方は詳細の方は、上のウェブの方を確認いただければと思うんですが、大きく分けてデータの取り込み、トレーニング、 でキャンペーンをホスティングする環境ですね。こちらに対しても課金の対象になっておりまして、でデータはその取り込む量に対する課金で。トレーニングはトレーニングにかかる、まあ、時間に対する課金で。こちらの方は実際に実行したときにかかっている時間というよりは、まあ、内部的に動いているリソースに対する課金という形になりますので、例えば実行したときに1時間結果かかるトレーニングがあった場合に、まあ、1時間が課金対象かというと、その1時間よりも実際に伸びる可能性はございます。 でレコメンデーションは実際ホスティング環境に用意しているようなリソースに対する時間の課金というような形になっております。1ヶ月の利用料金の例のイメージとしましては、例えばデータの取り込みが1ヶ月、月間で 200GB のデータの取り込み量がありますというような例で言いますと、月間5ドルですね。 形になってていましてでトレーニングのほうが1日10トレーニング時間を要するトレーニングというのはこれ内部的にこう使っているのはリソースで、まあ、10トレーニング時間、仮にかかっていると、これ実際に10時間かどうかという話ではないんですけれども10時間、10トレーニング時間を要するトレーニングをこう1日1回実施しますという形ですと、で画面のように10トレーニング時間かけ、まあ3 0日で、各トレーニング時間に対するまあ単価が掛け算として出てきて72ドルと。 形になっていますでレコメンデーションの方は例えばそのミニマムで 10TPS を指定して、ま、ずっと 10TPS を利用するという,ような形でいきますと 10TPS×24 時間 ×31 それに単価が掛け算されて1440ドルという,ような形になっていますで。月間の合計コストとしては今画面のようにこう3つのカテゴリーの数値を合計したようなものになります。 対応リージョンについてはなんですけれども、現在6リージョン対応しておりまして、で日本でもあの東京のリージョンで対応しておりますので、日本でご利用いただけるような形になっております。それではその、まあ、現時点ではあのサービスが6月に自衛したばかりというところなんですけれども、まあ、お客様からご要望いただいているような機能、まあ、現在できないけれども、ご要望いただいているような機能というところで言いますと、 リアルタイムの API じゃなくていいので、夜間にレコメンデーションのおすすめのリストを夜間でバッチ出力しておきたいというようなご要望であるとか、と間接的なデータからのレコメンデーションということころでいうと、例えばそのウェブサイトの閲覧履歴からその商品、特定の商品をお勧すすめしたいとかですねで、現時点では商品の購買データをもとにおすすめのアイテムを出すということはできるんですけれども、 直接のこうページビューとかからおすすめのリストを出す、直接的な履歴のデータと結果が違うものですね、こういったものが今現状だと利用することができないので、こういったものをご要望としていただいています。また複数のレシピを利用することも可能になっておりますので、複数のレシピを利用して作成したキャンペーンのパフォーマンスをこう自動で取れないかとか、こういった AB テストの機能であるとか、とレコメンデーションの結果の内部スコア。 今のところは、ユーザー ID を渡すとおすすめのリストが返ってくるという形になっているんですけれども、まあ、例えばあまりこうおすすめ中で出てはくるんだけれども、例えば上位5件以下はあまりこう値が高くないというようなことであれば、上位4件だけ出すようにしたいという,うご要望もいただいたりしておりまして、こういった内部スコアを取れないかといったご要望をいただいたりしております。 もう一点は、ハイパーパラメータのチューニングですね、こういった機能を利用することができるんですけれども、現状では最終的にどのハイパーパラメータが一番良かったのかっていうのを取る画面がありませんので、こちら、ハイパーパラメータのチューニングの機能を利用したときに押す一番良かったパラメータの値が見れれば、後続のトレーニングでは同じハイパーパラメータを利用すれば良いという可能性もありますので、こういった情報を取れないかといったところをご要望としていただいております。 それではまとめになります。Amazon Personalize は今ご紹介させていただいたように、アプリケーションの開発者向けにパーソナライズされたレコメンデーションを簡単に追加できるようなサービスになっております。そして Amazon Personalize は複数のレシピを用意をしておりまして、こういったものをご利用いただくと、機械学習に対する専門の知識がなくても、独自のパーソナライゼーションのモデル、こういったものを簡単に作成できるようになっております。 でいくつかパーソナライズのリソースの URL もご紹介させていただきますので、こちらもご参考になればと思います。で本日はすいません、時間がなくて QA をお答えすることができなかったんですけれども、いただいた QA に関しましては、後日のブログにて資料の公開と合わせて掲載させていただければと思います。7月のブラックベルトのオンラインセミナーの配信予定になっておりまして、ます以降も 配信予定複数ございますので、ぜひご参加いただければと思います。そしてブラックベルトの資料に関しては、こちらのサイトの方から検索いただけるような形になっておりますので、その他のサービスを含めて、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。公式 Twitter、Facebook、最新情報をお届けをしておりますので、こちらの方もぜひご参照いただければと思います。 でまた AWS の導入やお問い合わせのご相談についてなんですけれども、でこちらのほうも下記のリンクから気軽にご相談いただけるような形になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。それではこちらのセミナーに関してなんですけれども、終了後に簡単なアンケート、ご協力をいただけると大変ありがたいです。 でこちらのほう、エビナー終了後にアンケートのフォームが表示されるかと思いますので、まあ、こちらのほうにぜひコメント等いただければというふうに思います。それではご視聴どうもありがとうございました。